1月11日、生駒小学校グラウンドで新春を飾る恒例行事、消防出初め式が行われました。はじめに山下市長は、去年起きた東日本大震災や台風12号の被害を振り返り、改めて消防の使命を認識して日頃の訓練、備えを怠らないようにしてくださいと挨拶。消防職員や団員たちは気持ちを一層引き締めた様子でした。続いて、長年にわたり地域の防災活動に貢献している消防団員や団体、市民の方に表彰状や感謝状の授与。そして今年も園児たちの防火演技が披露されました。今回防火演技を披露してくれたのは、生駒保育園幼年消防クラブの園児たちです。みんな可愛らしく、そして一生懸命火の用心を訴えていました。そして出初め式最大の見せ場、消防演習が始まりました。3階建て家屋に火災が発生し、3階部分に要救護者が2名いるという想定で、救助工作車や救急車が出動。迅速な救出・救護活動に園児や訪れた市民らからは大きな歓声が上がっていました。最後は、はしご車やポンプ車による一斉放水が行われ、出初め式を華やかに締めくくりました。会場には東日本大震災や台風12号の際応援出動した生駒消防署員の救援活動時の写真をはじめ、授与された表彰状も展示されていました。では最後の話題です。1月11日、セブンイレブン生駒南田原町店で戸籍のコンビニ交付サービス開始を記念したセレモニーが行われ、山下市長をはじめ関係者が出席しました。全国初となるこのサービスは、生駒市に本籍がある市民が住基カードを活用して全国のセブンイレブンの店内に設置されているマルチコピー機から戸籍謄本や戸籍抄本を取得できるというものです。操作方法は、各自治体に設置されている証明書の発行機と基本的に同じで、交付手数料250円、朝6時半から夜11時の間利用可能です。山下市長から市民の皆さんへメッセージです。生駒市内でなくてもですね、全国どこでも休日とか夜に証明書の発行を受けられるということで、今までわざわざ会社を休んで取りに行っていただいたような方もですね、その必要がなくなりますので、でなおかつ費用もですね、市役所の窓口で、取るよりもですね、半額ぐらいに安くなってます。ですから、ぜひともこのサービスを、ご利用いただいて、便利さとお得感をですね、実体験していただきたいと思います。戸籍謄本・抄本はこれまで戸籍のある役場で取得するのが原則で、郵送での請求に応じる自治体もありましたが、取得に 1,2 週間かかっていました。今回のサービスは、平日に休みを取りにくい人たちには嬉しいお知らせとなるのではないでしょうか。また今年の3月30日受付分まで、住基カード作成のための写真撮影と発行手数料も無料となっています。最後に、東日本大震災の義援金受付のお知らせです。現在、生駒市と生駒市社会福祉協議会では、
地震で被災された方々への義援金を受け付けています。受付場所は生駒市役所福祉総務課をはじめ、ご覧の市内にある各公共施設などで、それぞれの開館日、開館時間内に受付を行っています。お寄せいただきました義援金は、日本赤十字社奈良県支部や中央共同募金会を通じて被災地にお届けします。義援金に関するお問い合わせは、生駒市役所福祉総務課、電話 74-1111、 または生駒市社会福祉協議会、電話 75-0234 へお問い合わせください。いかがでしたか。このようにラブリーターン生駒では、毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話 74-1111、 内線 222、 生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス74-1105 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。